それはさ、もう、さ、え？もういいって、もう。うん。付き合って数ヶ月ってわけじゃないから。焼き餅焼いたの？うるさいな、もう。焼き餅焼いたの？うるさい。焼き餅焼いたの？うるさい。正直に言ってみ。終了。お腹いっぱいになっちゃった、うん、まだ残ってるよ。ゆうちゃん食べていいよ。俺シチューでご飯食べれない。おいしいのね。うん、大丈夫、食べて。これ後でシチューだけお返しよう。おいしいよこれ。砂肝は知らない。砂肝いらない。終了。あー酔っ払ったかもしれない。ほんと？うん。あ、俺も飲みたいな。パッパッパーン、プッパップーン。あー、すいません。うん、ありがとう。ありがとう。あ、鳴ってるよ。うん。ごめん、ちょっと電話出ていい？うん。もしもし？うん、うん。ね、どうしたの？うん。めっちゃ久しぶりじゃん。どうしたの？なんでそんな急に電話してきたの？うん。ちょ、待って、今、彼氏と一緒にいるからさ、ちょ、正直困るっちゃ困るんだけど。うん。何よ？ん？うん。いや、めちゃくちゃ久しぶりだけどさ、なんで急に電話かけてきたの？なんさ、今更じゃない？ねえ、それはもう昔の話じゃん。なんで今更そんなこと言ってくんの？ん？うん。うん。あー、何言ってんのよ。ねえ、それはさ、もう終わったことじゃん。ひょうにょ。うん。うんうん。ちょっと待って、ちょっと待って。なんでそんなこと言うの？それはさ、もう、さ、え？もういいって、もう。もういい、いい、いい。だからもうさっきも言ったじゃん。もう今彼氏と一緒にいるから、でもこういう電話ね、かかってくるのもさ、ちょっとなって思うしさ。なにそれ。うんうんうん。いやもうそのまあな、うんうん、はいはい、うんうん。で最近はどうなの？あ、そうなんだ。よかったじゃん。え、なんでそもそもなんか、かけてきたのよ、急に。うん。何？今更。まあ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 。うんうんうん。はいはい、わかったわかった。てかもう、いい？もう切っていい？もう切るよ。もういいっしょ。なんでなんで、もう、いいよいいよ、もういい。もう、お腹いっぱいっす。もう大丈夫大丈夫大丈夫。ひょうにょ。もう大丈夫だから。はいはい、わかったわかった。なに言って。はいはい。わかった。じゃあもう切るよ。うん。はい。はい、わかった。はいはい、じゃあね。はーい。はーい、おすみー。はーい。ごめん。うん。お酒なくなっちゃった。うん、うん。作ってくるよ。ありがとう。うん。ごめんね。何が？なんか急にさ、電話かかってきてさ。誰？まあ、友達昔の。友達じゃないでしょ。友達じゃないじゃん。いや、友達だって。いや、友達じゃないんじゃん。友達、友達。知ってるよ。何を知ってんのよ。前の人じゃん。
前の人？前の人じゃん。俺名前知ってんだから。前の人？え、前の人ってな、どういう意味？え、元彼ってこと？違う、違う。いや、別にいいんだけどさ、別にいいんだよ。うん。いや、でも前の彼でも別にいいんだよ。ごめんね。だって別に、向こうからかけてきたやつだし。心配した？心配？うん。心配したの？いや、まあ、繋がってるんだって思った。だけ。あ、焼き餅焼いた？焼き餅は焼いてないの？付き合って数ヶ月ってわけじゃないから。焼き餅焼いたの？うるさいなぁ、もう。焼き餅焼いたの？うるさい。ちょっといい？何ですか？焼き餅焼いたの？焼いてないよ。焼き餅焼いたの？うるさい。正直に言ってみ？焼き餅じゃない。あ、電話し、連絡してるんだって思った。それは焼き餅じゃないの？焼き餅じゃないよ。連絡してるんだって思っただけだから。ほんと？うん。かわいいね。うるさい。見て。着信履歴。一番上。お母さん。お母さん。ということは？何よ。ということは？わかるよ、わかるけどさ、何？うっそぴょん。うまいね。うまいね、ちょっと。ちょっとさ、履歴書送ろう、芸能人。うまいっす。騙された。はい。イエーイ。イエーイ。何？てってれー。はい、というわけでーす。隠れないの。隠れない。はい、というわけで今回は翔ちゃんにドッキリを仕掛けてみました。イエーイ。なんか最近さ、はい、すごいなんか俺が試されてる動画が多かったと思うわけ。うん。そりゃあもう俺も仕返しするよね。もうどう俺の迫真の演技。うまいうまいうまい。いや、うまいよ。我ながらうまくできたんじゃないかと思う。もう。いや、皆さん安心してください。今はね、語ってないです。嘘です。ひょにょ。はい、というわけで、うん、今回の動画はここまでにしたいと思います、はい。私も僕も騙されたって思う人は高評価のボタンと、翔太かわいそうだなって思っていただけたらチャンネル登録をお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。ごめんね、ドッキリ。